はい、あ、そうですね、まずはあのやっぱりあのレストラン作る時はやっぱりあのインテリアっていうのがやっぱり一番重要だと思って、でやっぱりその空間だったりお料理を出したりとか、やっぱり結局はインテリアだったりとか、やっぱり飯の空間、もちろんお料理なんですけど、でそれをまずやっぱり日本のものをバリにやっぱり持ってきたい、そういう気持ちがあって、それ迷ってどういう日本をバリに持っていくのがやっぱり相談する人がいなくて、でそれまずはあのねプラスさんといろいろ話していて、でこういう店を作りたい、こういう空間を作りたい、どうやってそのキッチンを明るくして、やっぱりそのスタッフの笑顔だったりお料理出すのもそうなんですけど、やっぱりそれで迷って、やっぱりそのプラスさんにいろいろコンサルタントやったりとかやってみて、で今やっぱりこういうお店ができたのはやっぱりすごい感謝だなと思いましたね。はい、やっぱり鉄板焼きなんで、やっぱりそのオープンキッチンっていうかすごいその魅力のがありまして、やっぱりこういうデザインがやっぱり一番入るっていうのがやっぱありますね。はい、まずはあのやっぱりあの人を輝いてる店を作りたくてこういう作りにしたんですけど、でもやっぱり日本っていうのを入れたいんですよね。日本っていうかバリにある日本のエッセンスを入れたかったんですね。でできたのはこういうちょっとモダンな日本料理をすごいできたんですけど、まあかっこよくできましたね。本当にありがとうございます。